テレ朝夏祭り。欅坂沿いの新エリアにドラえもん南極カチコチパークが登場。それでは早速探検に行ってきます。レッツゴー。雪が降ってるよ。中には吹雪の部屋、のび太の部屋、南極の部屋の3つの空間が。来年春公開映画の世界観をどこよりも早く味わえる体験型パークをたっぷりとお楽しみください。テレ朝夏祭りはこれで決まり。